ロドコッカスエクイとは、高規性のグラム陽性眼菌であり、抗酸性を示す。本菌は乾燥した埃のある土壌に生息し、飼育動物の疾病を引き起こすため重要視されることがある。感染頻度は60%に近い。ロドコッカスエクイは、子馬の肺炎を引き起こす病原体として最も重要である。1923年に子馬の肺農用から、 初めて分離され、日本では1949年に、コウマから初めて分離された。2008年から豚に加えて、イノシシでの感染が知られるようになった。治療には、クラリスロマイシン、リファンピシンなどが使用される。学名は混乱しており、特に、ローダコカスホアギーは、ローダコカスエクアよりも正当な可能性がある。その他のシのニムとして、コリニーバクティリアムェクア。 バシラスホアギー、コリニーバクテリアムプユラランタス、マイコバクテリウムウェクア、マイコバクテリウムリストリクトム、ノーカーディアリストリクタ、プロアクティノミセスリストリクタス、ガール。マクライ、エルエトール、アイソレーションカレクターゼーションオブローダコカスウェクア、フロムサブマキシレリーリンパノーズオブワイルドボーゼ、イン、ヘッドマイケロブエル、プミド1849万9361、ドイ。 10.1016 j b e ベッ i ミック2008.04 009ありがとうございます。